ロディ・マクドウォールは、イギリスで生まれアメリカ合衆国で活躍した俳優、写真家、ロンドンにて生まれる。父トマス・アンドリュー・マクドウォールは、スコットランド人、母ウィニ・フレットは、アイルランド人。幼い頃に、ナチス・ドイツによるロンドン大空襲から逃れるために、家族でアメリカに移住し、我が他には、緑なりきの主役級の末っ子役など、子役として、数多くの映画に出演した。 名剣らしいイエジで共演したエリザベス・テイラーとはその時以来の親友であった。しかし、成長するにつれ、子役として低迷してしまったため、18歳でニューヨークに移動してブロードウェイで活躍した。1960年にはザ・ファイティング・コックでトニー賞も受賞している。その後、映画界に復帰、史上最大の作戦やクレオパトラなどの大作に出演したか。 猿の惑星シリーズでは、前後作中4作に出演し、完全特殊メイクによる主人公のチンパンジー、コーネリアス博士役とその息子シーザー役を演じた。クラシック映画作品の収集家でも知られ、数多くの 16mm やビデオテープを所蔵していた。しかし、海賊版なども所蔵していたため、1974年には FBI によって、 家宅捜索されたこともある。写真家でもあり、5冊の写真集を出版している。そのためか、1972年放送のドラマ、刑事コロンボ第6話、死の方程式では、カメラマニアの殺人犯役で、ゲスト出演している。マクドウォール自身は、当時人気絶頂の国民的刑事ドラマで、犯人役を演じるにあたって、徹底的なまでに悪を楽しむキャラクターとして、 役作りを行った。とても楽しい経験だったと振り返っている。1985年以降のフライトナイトシリーズでは、清穴吸血鬼ハンター、ピーター・ヴィンセント役に抜擢され、彼にとって最高の当たり役となる。同作品により、世界中の B 級、ホラー映画ファンから敬愛されるというカルト的なブームも起こった。映画芸術科学アカデミーにも参加し、 映画界に貢献した。1998年に70歳で肺がんにより亡くなった。仮葬された後、遺界は太平洋に巻かれたという。ありがとうございます。